お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。あー、大変大変大変。ガチカメラ止めていったー。ありがとうございます。それ掴むからね、入れていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ゆうたもさんの楽屋もございます。ありがとうございます。今日皆さん、煮込み中でございますので、はい、煮込み中初登場ということでございますので、はい、せっかくですからお一人ずつ自己紹介をしてもらってもいいですか。はい、はい、はい、私からボーカルの千鶴です。よろしくお願いします。お願いします。ギターのタクです。お願いします。お願いします。ベースのミーバちゃんです。お願いします。ギターの柴田レイルです。お願いします。柴田理恵さん、よろしくお願いします。なんでここチョイスしたのか分かりませんけどね。ありがとうございます。そちゃです。なるほど、レッドブル名前とかじゃなくて、あの自分の己の紹介をしてほしかったですね。それ、ね、レッドブルだし、何飲んでるんだ、お茶じゃないし、そちゃです。やっぱりそう、どうしてもそのこんな時代にちょっと待って、午前中だから頭回ってないからそんな突っ込めないからね。俺もちょっとお茶呼ばれ、ドラムのマイジェネレーション、マイジェネレーションズ、マイジェネレーションズ、最高です。ということでございまして、だ今日はですね、一日皆さんこのニコニコジャックということでございましてね、はい、実は今まだ午前11時です。はい、実は12時からこの本社でイベントがありながら、もうお客さんに結構入ってまいったな。懐かしい、クールポコ、懐かしいわけでございます。いろいろね、今日は盛りだくさんでございますから、ね、リアクションでかい。なんで鍋プロ中心にそういう感じでありがとうございます。いいですか、皆さん、いけ気に入っちゃってんだ。わかりました。そんなにゆとりさん気に入ってんなら、クールポコ全力でやらせてあげましょう。いきましょう。カメラに向かってクールポコまで3、2、1、どうぞ。あ、違う違う違う、吉本、吉本じゃん。うん、うん、なぁーイエーイ。見えない声じゃなくて合わせますのでね、ありがとうございます。ありがとうございます。もう戻ってこれるメンタルあるから、戻ってこれるメンタルがあれば。あー、結構強かったメンタル。あ、ちょっと覗いてる。戻ってこれる、メンタルがどうなの、戻ってこれないのかな。また戻ってこれた、ありがとうございます。何があったのみたいなね。さあ、ということで、もう時間も結構いい感じでございますのでね、はい、ただ鶴さんだけ、はい、聞き込みをもう時間の関係でそれだけ、はい、やってもらいますよ。今日一日、だ年も公開堂でのね、ライブもあるわけですから、はい、そうです。今日一日の意気込みを、はい、バンドを代表して、はい、あ、リーダーってなるんですかね。あれ、ふわっとしようか。じゃあ、今日は千鶴さんで、ね、いきましょうか。じゃあ代表して、はい、お願いします。どうぞ。今日はリーダー、はい、リーダーのコーチガヤ、うるさい。ガヤのせいで時間がすげえいってんだからね。リーダーられてるかも。それでは秋田部屋、いやいや、これから言うから。ありがとう。口もごもごしちゃったらね、喋、はい、りづらいからね。そうだぞ、まあ、リーダーのマーボロかもね。はい、お願いします。どうぞ。はい、今日は我々が待ちに待った、鉄筋祭当日を迎えたわけで、うん、これから美子美術さんと、コラボさせていただき、そして豊島公会堂で、鉄筋祭、学園祭ライブを行います。今日一日は未来のこと何もかも忘れて、気持ちいい、少しいつもと違う夢の空間をみんなで楽しんでいけたらなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。なーにー、なーにー、増えちゃったすげえいいコメント言ってくれたんですけど、そうだ、この動画を見るのは多分もう来週ぐらいになっちゃうんです。なーにーにー、モテようとして、おはみじをジャックしようとしてるやつらがいたんですよ。誰がいいの。なーにー、さっきから何人までは言うんですけど、やっちまったなまでいかないから気持ち悪い、気持ち悪いんだよ。やっちまったなまで行ってほしいんだよな。やっちまったまではいかないですね。行かない、行かないってことで。知らないですよ。あ、知らない。大好きなはずなのに。そんなにフューチャーしてんのに、そうでもなかった。じゃあ、本番までにはじゃあクールポコをね、仕上げといてくださいよ。いいですか。わかりましたか。はい、じゃあ今日はね、いろいろありますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。